上田さんと菊沢さんと僕以外の方はミュートにしていただけると助かります。ミュート、はい、ミュートにしていただきます。はい、はい、それでは皆様こんにちは、こんばんは。視覚障害者への囲碁入門講座を始めます。司会の柿島光晴です。アシスタントのご紹介もいたします。はい、アシスタントの上田孝子です。あれ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 ああ、はい、アシスタントの菊沢です。ああ、よかった、今登場しました。はい、基本的にこの3人でお送りさせていただきます。よろしくお願いします。はい、いやでも1週間って早いですね。あっという間ですね。あっという間ですよ。なんかもうついこの間やったんじゃないかっていうぐらい経った1週間って経ってるっていうね、不思議な感じですね。本当に、うん、この1週間どうだったんですか、そのお二人は。この1週間、うん、上田はですね、またグルメネタができましたよ、うん、おー、いいですね。どんなグルメネタが、はい、ちょっと職場に久々に行ったんですね、2週間ぶりぐらいに、うん、で、帰りに電車で帰ってきて最寄り駅に着いたら改札の前にお菓子屋さんが出てたんですよ。うで、よくこのお菓子屋さんは、あ、音楽来た、嬉しいですね。いいですね。そうそう、1ヶ月に1回ぐらいやっぱ駅にちょっと出店してこう限定ですって言ってるお菓子屋さんなんですよ、うん、で、いつもはよりどりみどり10個で1000円っていうので売ってるんです。あ、1個100円計算ですね。そう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 。で、なんかこの前その行ったら、今日買ってくださったらもうめちゃめちゃたくさんおまけつけちゃうって言ったので、フラフラフラーっとこう吸い寄せられて行ったら10個選んで、じゃあこれくださいって言って買ったら、じゃあおまけもつけるねって言って、その選んだ山からまた18個おまけで取って入れてくれて18個おまけの方が多いんです。1800円分おまけもらったってことですよね。そうです、想定の3倍ぐらいのお菓子食べることになって、あ、まだ冷蔵庫で美味しそうに眠ってます。あー、なるほど。はい、どういう感じの和菓子ですか。うん、パイの中にあんこが入ったのがその普通のあんこの味だったり、あと面白いリンゴ味のあんこみたいなので、リンゴがちょっと入ってるあんこ、あ、美味しそうですね。ちょっと味が違うのと、あとは結構甘かったんですけど、もう一個のやつが甘じょくってあるじゃないですか、カステラを薄く丸くしたみたいな、うんうん、甘じょくをこうハンバーガーみたいな巻くして、中に抹茶とか、あと瀬戸内レモンとか白桃とかクリームがそれぞれ入ってるっていうお菓子で、だいぶ甘いやつ。あ、でもいいですね。コーヒーとか紅茶に合いそうな、はい、あ、そうそうそう、おかげさまで、なんか毎朝お茶と一緒にそれを食べて元気に目覚めてます。なるほどね。カステラサンドみたいな、はい、そうそうそう、なんかこうナボナみたいな感じですかね。美味しそう。あ、おかげさまで美味しい自宅生活をしております。あ、でもそうしたら運動しないと結構体重乗るのが怖くなりますね。あ、そうですね。フラフープ相変わらず続けてますよ。あ、先週言ってた。おかげさまで。菊沢さんはこの1週間どうだったんですか。菊沢さん、あんまり何もないんですけど。なんかひねり出しましょうよ。とりあえず筋トレはしてます、ね。ああ、運動不足だ。なんか最近腕立てと背筋はやってます。あ、そうなんだ。動いてる。動いたら食べなきゃですよ。何食べてらっしゃるんですか。今日は久しぶりに外食してラーメン。お、高田ラーメンを食べてきました。北方ラーメンいいですね。福島のですよね。そうですね。うん、あら、美味しそうな。もともとラーメンは北方ラーメンが好きなんですか。他にも豚骨とか、東京のラーメンとかあるじゃないですか。いや、結構。1ヶ月くらい前に初めて食べて、
え、めっちゃ最近ですね。前から好きとかじゃない。昔からありますか。そうですね。調布のラーメン屋、北方ラーメンで食べて、で、美味しくて気に入ったので、結構うちの近くにもあるので行ってみました。初めて。いいですね。あんまり脂っこいものは好きじゃないんですか。豚骨のこってりという。好きですよ、脂物も。北方ラーメンさっぱりしてる方ですよね。そうですね。なんだか味玉とくのっけてきますね。2人とも食べ物ネタっていうのはちょっとこの時間だと小腹が減ってくるんじゃないですか。あ、確かに。はい、まあ、そんな言ってる僕はですね、実はこの1週間で初めてのことをしまして、もう生まれて初めてですね、ツイキャスっていうものにチャレンジしました。ツイッターの動画配信、そうそう、ツイッターのライブ配信に参加するっていうのがあったんですよ。実はちょっと知り合いの子がいました。方のプレミアムライブっていうのを聞こうと思って、まあ、なんとかこうパソコンとか苦手なんですけど、うちの姪に手伝ってもらってチケットをこうコンビニ払いで買ったりとか。なるほど。なんとか、なんとかそうそうそう。でもね、ツイキャスって面白いなって思いました。ツイッターやってなくてもできるんですか？できます、できます。あ、なるほど。うん、その、出演者が喋ったり演奏したりするんですけど、はい、そこにこうコメントで自分の意見とかこう書けるんですよ。で、僕以外にも20人ぐらいいたのかな、いろんな方々がこうコメントをどんどん書いていくんです、リアルタイム。いいですね、やいのやいの。そうそう。で、やっぱ嬉しいのは、こういっぱい書いてある中で、出演者が読んでくれるのよ、自分のコメントを。その場でね。そうそうそう、ね、あ、何々さん、こんなこと書いてくれてありがとうございますみたいなこと言ってくれるんです。嬉しいですね。で、僕、初ツイッターじゃないですか。初ツイキャスじゃないですか。はいはいはい。絶対自分のコメント読んでもらおうと思って、何回か書いたんだけど。いや、入ってる。全然読んでもらえなかったっていう。そうですか、インパクトが足りなかったんですかね。ちょっと推しが足りなかったかな。推しですか、うん、でも普通に電話かければその人と喋れるんだけどね。あ、なるほど。俺のコメントを読んでくれと。そう、なんかこう気持ちが分かった。アーティストのライブとかでそういう、まあ、有名人のライブでコメント読んでもらいたい人の気持ちがすごく分かったっていう収穫です。初参加っておっしゃるので、何か出演されたのかと思いきや、鑑賞初参戦っていう。初お客さんです。なるほど。はい、新しいですね。はい、で実は、はい、実はですね、その、今回僕が参加したツイキャスのプレミアムライブをやった人にですね、今日ゲストで来てもらっておりますので、あ、すごい。よかったらその人にこう、声出してもらったり、次のライブの宣伝をしてもらおうと思うので、伺いたいですね。はい。じゃあ、登場してもらいましょうか。白井孝明くん、どうぞ。こんばんは。こんばんは。お疲れ様でした。いや、ありがとうございました。いや、すごい良かったですよ。ポルノつながりでアゲハチョウ、ちゃんと届いてますよ。読まれてた、よかった。そうなんです。ちゃんとツイキャスはですね、コメント後でも追っかけて読めるので、はい、見てましたよ。ありがとうございます。嬉しいですよね。コメント読まれた時のなんか瞬間の高揚感というか。白井様、ミラクル TV でも番組を持たれていますが、バイオリニスト。はい、はい、そうです。第1回目はこの番組の前だったんですよね。そうですね。ああ、そうです。僕ら後番組の近所さんだったんですよね。そうがちょっと引っ越したんで、うん、今は何曜日に移ってるんですか。今はですね、火曜日の19時半から20時半っていう時間で、ゴールデンタイム。はい、天元の囲碁サロン天元新宿の挑戦の前番組になってます。なるほど。はい。いいですね。そうですね。ゴールデンタイムですね。そうです。
いやでも本当にあの柿島さんにあの、ね、ライブに参加してもらう、僕もあの初めての経験で、うん、やっぱこのミラクル TV もそうなんですけど、やっぱこういう事態になったからこそいろいろなこう方法を考えて変えていかないと、今までと同じことをやっているのでは、うん、やっぱ皆さんのこう外出自粛のね楽しみを作ることもできないし、僕らの表現する、ね、場所もなくなっていっちゃうので、ただ収束を待つだけではダメだなと思って、初めてオンライン配信の、すごいですよ、だってあのお客さんいないんですもんだって配信自分の家でやってるんでしょ、うん、そうで上田さんはね分かるかと思いますけど、はい、そこにいて一人でライブやるんですよ。いや、アドレナリンがこのテンションの上げ方が難しいでしょ、そうですね、そうなんです。だから本当にそのシステム以前の問題として、うん、演者としてこう初めてのなんか、いや試されてるなって思います。そうなんですよ、なるほどね。普段だったら目の前にお客さんいてこうリアルな反応が返ってくるじゃないですか。そうなんですよ、それを、まあ、普段自分がリラックスして使ってる部屋の中で行うんですもんね。だから仕事モードにね自分の部屋でならなきゃいけないっていう、うん、なかなかなあれなんです。だからあのただ思ったのは、いつもと同じ、毎回その皆さんが目の前にいるライブと同じじゃダメだと思って、それを再現しようと思っても絶対できないし、多分失敗するので、なるほど、そう、その空間ならではの新しいことをやろうと思って、そうやらせていただいて、柿島さん、ただあの入り方がね難しかったと思うんではい、30分かかりました気がついた30分経ってた。ミラクル TV みたいにね URL ポーンって入れたら本当にそう、どんなに楽かと思った。このズームが本当にすごいって思いました。分かったでしょ、このミラクル TV の凄さが。すごい分かった分かった。そう、みんなそうなんじゃないんだね、こういう風じゃないんだ、ね、そうなんですよ。特に有料にするとやっぱりその人、入れる人を選ばなきゃいけないので、うん、うん、そう、まあでもあのそうやって頑張って参加していただいて、1回入ればなんとなく分かっていただけるかなと思います、ね、うん、もうできる、全然余裕です。そうそうそう、なのでまたぜひご参加ください。お、次のライブはどんな感じなんですか。次がですね、うん、実は今週末5月3日に、ありまして、うん、これが僕の後番組でもあります、天元さんの、囲碁サロン天元新宿さんの主催、イベントになってまして、僕のバイオリンコンサートとプラスして囲碁関係の方々も含めた、ゲストのさんたちのトークセッション、そして、司会というか進行をですね、もうとても素敵な女性アナウンサーの伊藤京香さんっていう方に参加していただいてという盛りだくさんでお届けするライブをこのツイキャスのプレミア配信というのでやらせていただくことになっております。そして、うん、なんとここの柿島先生にもゲストとして参加していただくことになっております。はい、参加いたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。先週は初のプレミア参加ということで、うん、2回目はまさかの出演者っていう、そう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 もう早速出演者になっちゃうっていういや本当にね、こんなまさかこんな風になるとは思いませんでしたけど、でもほらこのプレミア、あ、じゃないや、あのミラクル TV のね、この経験が絶対生きてきますよ。うんうん、そうですね、そうなんですよ。なので、ぜひ皆さんにも見ていただきたいんです。ただこのプレミア配信の面白いところ、一番のメリットは、うん、その時間に入れなくても後で録画が見れるんですね。なので、うん、その、5月3日が忙しいよっていう方、もしくはこのミラクル TV5 月3日もね、もう実際放映中なので、うん、その時間は見れないと。ただ終わった後、夜寝る前とかに、動画を見ていただくこととかも可能というのが、通常ライブと違うところなので、ぜひよければ皆さんチケットを購入していただいて、チケットの購入の仕方も柿島さんがやっていただいたコンビニ払いっていう、もう機械わかんない人はコンビニ行こうみたいなそうですよ、
そうっていうのもありますし、クレジットがある人はクレジット払いですぐ、ね、購入もできますので、ぜひ参加してください。もちろん天元の原さんも出演して、皆さんで囲碁について、そして音楽について、そして今のこのね楽しい、時間を過ごせる方法っていうのをね、突き詰めたコンサートっていうかイベントにしようと思いますので、ぜひ楽しみにしてください。ありがとうございます。詳しくは、白井くんの Facebook であったり、あとは Google、今ね、まあ、チャットに検索すると出ますか。チャットに、詳細のページを貼りました。さすがですね、はい、なので、興味のある方はぜひ今チャットに貼ってある URL を開いてご覧いただければ嬉しいなと思います。で、なんか買い方、入り方わからなければ僕の方に連絡していただければ、お答えしますので、ぜひぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。白井孝明くんでございました。いやでも聞くと、なんかもう一回僕もライブお客さんとして参加したいなとか思ってきました、ね、楽しそうですよね。うんうん、いつでも聞けるんですよ、その動画が残ってる限り。あ、そうなんですか。そうそう、14日間だけです。あ、14日間失礼しました。あ、今来ましたね。ちょっとその時都合が悪くても申し込んでおいて後から見るっていうことができる。そうです、そうです。あとは実は忘れちゃって5月3日過ぎちゃったってなっても、過ぎた後でもチケットを買って動画を見ることができます。あ、そうなんですね。はい、そこが面白いところ。ただコンビニ払いは残念ながら前日までしかできないので。あ、なるほど。機会に強くない方は前日までにお買い求めいただければなと。確実な方法はコンビニ払いであった、はい、前日に買うってことで。でもライブとしてもなんですけども、今本当に天元ね、僕らが集まる天元新宿さんが本当に大変な状態に、ま、天元だけじゃないんですけどいうので、そういう応援の意味でもこのイベントを開催したいなと思ってますので、ぜひそんな、ね、参加方法としても皆さんにご協力いただければなと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。確かに、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、なんかもうこれで番組終わってもいいかなと思ったんですけど、このね番組のタイトルは視覚障害者への囲碁入門講座なので、こう形なりにも囲碁をやらないといけません。はい、はい、ということで、じゃあ対局のコーナーに移りましょうか。分かりました。はい、今日はですね、ゲストさんか、ゲスト対局者がもう決まっております。エンダーニュート10現在ニュート解除中ボタン、音がしますね。はい僕の囲碁の知り合いでもあります葛飾盲学校の先生をなさっている大川先生ですね。どうぞお声を出してもらってもよろしいでしょうか。はい、こんばんは。リスナーの皆さんこんばんは。大川達也と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。まあ、僕ちまっとこの葛飾盲学校っていう話を出してしまったんですが、大川さんはどのような方なのか、よかったら自己紹介をいいでしょうか。はい、私は中学部、中学生を教える、セクションなんですけど、うん、そこの数学の先生をしています。うん、数学？あ、そうですか。数学です。はい。以上。とりあえず、なんか反応があるのかなと思って。気力はどれくらいですか？気力は、9級です。お、9級。はい。上がりましたね。そうですね、うん。そうですね。今申請中なんですけど、日本金がストップしてるものなんで、全然、免状が届かないような感じなんですけど。免状申請してるんですね。ええー。履歴書に書いてやろうと思って。いいですね。なんか囲碁打てますってリレーションかけると、そうですね。なんか変わるかもしれないですね。で、例えば葛飾盲学校に囲碁部とかができたら、顧問とかになれると思うんで、うん、そういうことをこうアピールするために使えればいいなというふうに思っています。なるほど。ちなみに囲碁を始めたのいつぐらいなんですか？中3ですね。中2か中3ぐらいなんですけど、かなりブランクが空いていて、というのは継続してね、なかなか勉強ができなかったので、うん、途中こう
ブランクが空いて中3から高2ぐらいまでやってちょっと分かんなくなって、で大学生の時に囲碁部に入ったんだけども、なんかやっぱ続けられなくて、で、うん、3年ぐらい前からまたやってみたいと思って、でその頃になったらちょうど囲碁の本がサピエ図書館にもいろいろ出てたりするんですよね、うんうん、なんでそういうものを見ながら、こういう手があるのかっていうふうに勉強を続け始めていったっていう感じなんですね。へー。で本格的に勉強したのは本当に去年の今頃です。あ、去年のね、去年の4月ぐらいから本格的に囲碁の教室に通って、勉強をしています。うーん、じゃあ結構飽きで、あ、そうですね、囲碁に溢れていたって形ですね。そうですね、勉強方法が分からなかったんですよね。うん、そうですね、最近になって視覚障害者でも囲碁の本を、あ、そうですね、先ほどのサピエでも読めるようになったのでね、僕らでも囲碁の入門が分かったり、ね、問題解けたりしてきます。そうですね、うん、じゃあそんな大川さんとの記念対局をしたいと思うんですけど、はいはい、先週大川さんは見てましたよね、この番組。はい、見てました。はい、そのこの番組独自のルールがあります。はい、はい、これは上田さんから紹介してもらってもいいかな。はい、ライフラインというシステムがあります。はい、こちらですね、ライフラインというお助けコーナーがございます。でこちらですね、2種類ありまして、チャンスは2回っていうことですね、うん、で1つが 50-50 というものです。こちらご所望いただきますと、菊沢大先生がですね2つ選択肢をくださると、でそれをこうどっちかがより良き答えであろうと答えられるっていうものがまず 50-50 で間違いないですか、はい、先生。その通りでございます、さすがです。はい、もう一つがオーディエンスです。でこちらはですね、ご覧いただいている参加者の皆様に、今次大川さんがどこに言ったらいいかなというのをやいのやいのご意見いただくっていうコーナーです。はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、では視覚障害の方々は、手元に囲碁盤をご用意ください。僕が今持っている碁盤、これ愛碁という碁盤ですけれども、これを使います。じゃあ座標の位置を復習もしたいと思うのですが、実は囲碁はですね、数字でだけでも碁が打てます。座標を読むことによって置き場所が決まっているわけですね。で、向かってですね、盤面向かって左上、一番左上が1の1。でそれを1個右にずらすと2の1。またもう1個右に行くと3の1といって、横軸を先に、横軸、縦軸の順番で数字を数えていきます。はーい。はい。それではルール説明終わりです。では、大川さんと柿島の対局ですけれども。はい。黒、大川さんが持ちます。はい、僕が白です。はい、そして、コミはなしです。コミなし。盤面で、はい、黒を買ってください。はい。じゃあ、行ってみます。はい、菊沢さん、画面大丈夫でしょうか。はい、大丈夫です。はい。はい、1点目、いきます。7の3。はい。右上の角に近い方ですね。あ、これは星ですね。はい。黄色版のここは星ですね。黄色版の星はこう三と言われている三ですね。ところですね。では僕は、反対車線というんでしょうかね。4-6に打ちます。はい。4-6。4-6。これは中心に近いような場所ですかね。そうですね。天元が5-5という場所なので、そこの天元やや近い位置に打っております。はい。この中心の4の左下。はい。じゃあ私、大川行きたいと思います。
3手目は6の7。6の7。白に対して桂馬の桂馬の位置ですね。位置ですね。お隣の線の2つ先。はい。うん、そうですね。こういうのは桂馬でかかるって言うんですか？ああ、そういう形ですね、確かに。うん。上の3、3と連携してる感じです。ああ、なるほど。うん、まあ7の7の方が綺麗かなとは思ったんですけど、ちょっと柿島さんが結構欲張ってきたのでちょっと広めてきました、はい、面白いですね。まだ白一子しか置いてないけど欲張ったって思われちゃった6の5に打ちます。6の5, 6の5。これはなんと、もうこのお母さんが右を連携させたいっておっしゃったのをぶった切ろうとしてる感じじゃないですか。そうですね。こんな私やいのやいの言っていいんですか？大丈夫ですよ。どんどん言ってください。間を割っていった手ですね、うん、ねえ、これ先生厳しい。ちょっと黒離れてるので割っていきたくもなります。はい、じゃあ黒いきます。はい、黒を、7の5。うん、7の5、うん、これ白こっち来るなっていうことでしょうか？そうですね、つけそうですね。石を連携させるならここですね、まあ、2つ別々にっていうのもあります。うん、ちょっと分断されるのが嫌なので、いい手ですね。お、褒められてますね。ありがとうございます。白は5の3に打ちます。はい、5の3。5の3。またこう別のところの戦いっていう感じがしてきますかね。うん、こう白の陣地を決めていきたいっていう感じなんですか？そうですね、黒がこう右側を制圧するなら白は左側で陣地作ろうかなということで、うん、こういうふうに白と黒がくっついてるので、くっついてきたらさらにくっつけて打つのが普通なんですけど、ちょっと離れて打ちました。無視したって感じですね。そうですね、黒がつけてきたのを無視したっていう感じ。この白がどういう意図を持っているのかっていうのをまた考えるのがワクワクします。さあ、じゃあ黒いきますね。はい、次の黒は3の3。おっと、3の 3, 3, の3。新しい場所にまた黒が、白の中に入っていきましたね。これタイトル返上しないといけませんね。視覚障害者への囲碁入門講座と大丈夫かっていう。どうしようかな。中級講座くらいに書いておきます。そうですね、中級講座くらいな、今の。の、はい、わあ、植えた的にはドキドキしちゃいます。白はですね、3の4につけました。3の4。3の3の黒をいじめようっていう。下からっていう感じですかね。はい。じゃあ黒は、4の3、4の3で伸びですね。伸びですね。白もいますね。
あドキドキしちゃう。白はでは4の4で抑えます。はい、うん、はい、じゃあ黒は5の2跳ねます。うん、5の2、うん、絶対の手ですね。はい、厳しい手ですね。もうちょっと先の方行ったらまた黒いますもんね、右の方に。これはそうですよね、綺麗につながれば黒がいいですね。おっと、うん、ここまででも大川さん自分の実力で打ってますよね。ライフラインを使っていない、うん、どうしようかな。ただ黒ちょっと薄いところもあるので、うーん、菊沢さん破られヒ ヒントあ、ライフラインにしてますよ柿島さんにヒントあげてる僕にヒントがくれたような気がしますねいやでもそんなヒントにはなってちょっといじめてみよう。白7の4に割り込みを打ちます。おっと、ましたここは結構考えなきゃいけないところじゃないでしょうか。うん、ここはそうですね、ライフライン使いますか。あなたがスラッシュラミーティングに参加。じゃあここでオーディエンスをお願いします。あ、オーディエンスを使います。ここでオーディエンス、はい、これ難しいです変えた方がいいですか。いやいや、いいです、いいです、面白いですか。ここに置きましょうというところで、はい、ではオーディエンス、私だったらここ打つよっていう方はぜひミュートを解除してご意見を伺えたらと思います。さあ会場は沈黙に包まれております考えちゃいますかねお話しするときはぜひお名前を言ってご意見をいただきたいと思うんですけれど、さあどうでしょうか。ミュート解除、現在ミュート中の。あ、誰か解除してくれた。ねえ、じゃあちょっと、ね、誰かにお願いしてみます。うん、当ててみましょうか。誰入ってますかね、今。三川さん。今、響くん顔が見えてます。あ、響くん、あら。響くんに聞いてみましょうか。ね、先週大活躍だったから。そうそうそう。うんうんうん、響くん、聞こえますか。あ、聞こえました。ひびきくん、はい、こんばんは。さあ、ひびきくん、この局面であなたならどんな手を打ちたいですか。三択とかじゃないの。今日はね、これは今ひびきくんが打ちたいところを教えて。うん、4の6? 4の 6? 4の 6? 4の6は打ってあるね。置いてあるね。置いてあるね。待って。黒の人がどこに置きたいかね。よろしく。あれ ?4 の4かな。あれ4の4も白があるよ。待って、うん、数え間違えてない。ちょっと、うん、多分6の4の間違いじゃないかな。6の4、あの、うんうん、真ん中から、うん、斜め上。あー、右の、はい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 、なるほど。うん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 、分かった分かった。そこ、うん、なるほど。響くは6の3がいいと。で、白1目当たるってことですかね。6の4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 。あ、なるほど。真ん中の。白1目を割り込むところ左から当てるってわけですよね。なるほど。右上。
はい。ひびりくん、ありがとうございます。ありがとうね。はい、他にはいるかな。ねえ、じゃまた先生、ご指名してみてはいかがでしょう。そうしましょう。ちょっと三川さんに聞いてみたい。あ、三川くん、いいですね。三川くんはマイクついてるかな。はい、三川です。あ、三川くん、あ、こんばんは。こんばんは。こんばんは。さあ、あなたならどうする。何もなんか喋る気なく普通にのんきり見てたんですけど油断できない番組ですよ。油断できない番組です。そうですね、自分だと正直なんか普通に見てて自分が打つんだったら何も考えずに、うん、8の4で抑えるというか当てたと思う。右から当てるわけです、ね、右の方から作んなって。8の4か、黒のその右の陣地を守る、うん、そうですね、右を守りつつ中央に押し込むみたいな感じなんですけど、多分手拍子で打ってたんですけど皆さんが難しいって言うんでそういうことじゃないんじゃないかと。なるほど、読んでね。うん、なるほど、いろいろ面白そうだなと思ってます。はい、じゃあこのやっぱり僕が割り込んだ7の4の石をどっちか右か左かから当てるっていう今意見が出てますね。これぐらいでしょうかね。オーディエンスは他にもこれだけは僕に言わせてくれっていう人いませんか。大丈夫です。そうしたらこの貴重なご意見をもとに大川さんが何を選ぶのか。はい、はい、ではいきます。はい、6の4、左から当てました。響きくんの手が採用されましたね。されましたね。6の4、黒。うん。強い手です。これ。出てきました。白はですね、8の4に伸びます。おお。二目にして捨てようという格言の通りにしよう。これは、そんな白取ろうと思ったらと3点いりますね。これはこれはちょっとまずいんじゃないかな。お、白ですか黒ですか。白が。白が、なるほど。じゃ黒は6の3、伸び。6の3は、あ、つなぎになるのかな。あ、あって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 、6の3。2人にもなんですね。6の3。はい。なるほど。これだとちょっと。では白はですね、7の1、2、3、4、6に打って黒1目当てます。7の6、はい、当たりました。ちょっとチャンス逃しましたね。おどう進んでいくでしょうね。うん、菊田さんは結構ヒント屋さんっていうことが伝わる。そうですね、菊田さんだけでただかなりのヒントが白にも黒にも、ね、あの NHK 杯みたいな解説もうアンサーになってますからね。解説というかアンサーですね。いやー、手に汗握っておりますよ。あ、当初上、左と右の陣地の争いがちょっと混戦になってますね。じゃあ僕は、8の8の5で伸びます。お、8の5で伸びる。黒が逃げた形ですね。逃げました。そっか、ここに石になりまして並んだ。これは黒を追いかけないといけないですね。白、1、2、3、4、8の6で2目当てます。当たってきた。なるほど。
じゃあ。ちょっと手を抜いて。2の4で跳ねましたね。下を跳ねましたね。白は、そこを普通に押さえずに3の6で形を竹継ぎにします。3の6ニコニコ白だけ見ると天字の風ですね。天字の風みたいになってます、ね、本当だですね、うん、なるほど、さすがの手ですね。ありがとうございます。褒められた。やった、モチベーションがあります。結構今まで手なされてましたね。そうそう、今。白ダメですねとか言われてた。竹譜は強いですね、さすが。竹譜は切れませんよ、なかなか。ちょっと中の黒がそのまま取られちゃうと苦しいですね。中の黒というのは、こう、下辺の黒ですね、最初。3手目に動いた、はい、6の7にある7にいるですね。お一人で寂しそうな、はい、じゃあ5の7。お、5の7、お二人になったと。なるほど、いいですね。このなんかお二人って表現がなんかすごい好きですね。そっか、じゃあこうしよう、こうしてみよう。5の7に打ったんですか。5の7、あ、失礼しました。2つ並んでます。僕が勘違いしてた。なんで左側がさっき打ったやつです。なるほど、そういうことか。なんかこう、つないでみよう。6の6に打って石をつなげてみます。はい。盤石なつながりに向かっての第一歩みたいなね。ここは大事だから。そう、左右の白ライフラインを使ってほしいです。いや、すごい。菊澤先生からライフライン使えという。すごい。ヒントを言いたいって。出演者なんだか、出演者なんだか、あの、ディレクターだか分かんないような感じ。じゃあ、ここで、50-50 お願いします。50-50 ですね。はい。菊澤さん、2択で。はい、回答をお願いします。じゃあ一つは2の7。ああ、2の7。2の7、うん、左の下辺、下の方ですか。なるほど、はい、上の黒もつながるかもしれないし、下の黒もっていう、はい、この5の7と6の7の黒2つをこのまま取らせてはいけないので、で、もう一つは3の8です。3の8。3の8。あ、じゃあ左下に考えが集中してます。滑るんですね。滑りますね。うん、滑りも確かに。どうでしょうか。この2択で。2の7か。下辺に黒の独自国家を作っちゃおうっていう作戦ですね。じゃあ、2の7いきます。おお、2の7。うん、2の7。はい。ふわーっと。これいい手ですね、打たれてみると。上にの黒のこうつながりも考えられますし、下の黒との関連性もある。はい、どっちとも2間に開いてますよね。そうです、そうです。これはさすが菊澤先生ですね。さすが、さすがですね。
あ、でも私は3の8に打ちたかったかあれあれそうなの、菊沢名人としてはじゃあ50点ってね100点ではないけど、じゃあ3の7で抑えますはい、3の7、はい、面白いですね。さりげなくヒントになってました今のもはい、3の8に跳ねます。結局両方打ち。両方、朝用のことですね。まあでも盤面変わってますから。いい手です。はい、白はですね、押さえます。これもう繋がっちゃ大変なので、真ん中の黒と分断します。4の8で跳ねます。4の8、お隣に。うん。おー。じゃあ5の8で下がります。5の8。条件でここで生きようとするんですね。ここで5の8か。どうしても生かしたいと。すごいですね。強引な手ですね。ねえ、じゃあ白は切っちゃおう。2の8で黒1目当たり。切りますよ。切られました。厳しいですね。さあ、放送時間が。まだ大丈夫か、10分ぐらい、あと15分ぐらいですね。じゃあ、4の7、切り。黒だって負けてない、当てると。なるほど。これはもう白は当たりになってるので、もう先に黒を取るしかありませんね。3の9で黒1目抜きます。9。はい、3の8の黒が1個なくなります。はい、抜かれました。じゃあ、ちょっと足早に2の5。ああ、なるほど。2の5。伸びたかも。伸びましたね。なるほど。はい。わかりました。じゃあ、下の黒4つを、まあ、囲う意味で、7の8に打ちます。はい、7の8、もうあなたは 私のものよとダメ押しそうなんかテトリスのこの T みたいな形していくああT はい、いただきましょう。そしたら、どうしようかな。どうしようかな。盤面展開をね、見てくださいね。テレビだったらこれ放送コードギリギリですね、この静かな八音、ラジオ5秒以上だと、まあ囲碁将棋ではよくありますけど、ああ囲碁将棋チャンネルだとありますか、ね、テレビはね画面があって静止してる感じでねいけます。ラジオは完全に何もなくなっちゃって情報がなくなってしまいますもんね。ねえ、うん、6の6は石が置いてあります、ね、ありますね。白があります。大川さん、6の6は白が置いてあります。あ、白が置いてますか。はい、間違えたのかな。
5の6かな。最初5の6に落ちちゃったのかな。ほう、5の6は何もないです。あ、じゃあちょっと動かします。あ、そっかそっか、なるほど、間違えちゃったか、置き場所が。そっか、そしたら、じゃあ7の7。7の7。まだ頑張るっていう。まだ出てくるか。まだとか言ったらあれですね。そうですね。すいません。失礼しました。僕も失礼しました。ひどい。はい、僕8の7で抑えます。はい。わあ、これ完全詰め子だ。詰め子だ。どうしようかな。今はどうなんでしょうね。白地はどこにあるんですかね。どこにあります、ありそうですかね。はい、白地はですね、下辺は多分一帯は白地になります。なるほど。あと右辺にある黒の2目を抱えてるんで、その辺も陣地になります。ああ、なるほど。代わりに黒は上辺と右側にややできるかなというと。あ、いや、左側ですね。左あ、え、ですよね。ですよね。すみません、右じゃなかった。ちょっとこれは、下の黒が取られてしまってるので、厳しいですね。生きられないですね。生きら、え、どうかな。生きてみたいな。あ、目を作るのは難しいので、もう白の石を取るしかないんですが、取れそうな石があるかどうかを考えないといけませんね。できればもう少し形が決まったところまで打ちたいんですが、番組終了時間まで5分。そうですね。ですね。もう早語できますね、そしたら。うん、早語でいきましょう。はい。じゃあ。ここは1、2、3、4。6の5です。6の5。6の5。6の5も石が…6の5は石がありますね。ありますね。あ、白石があります。あれ、さっき6の…2つ並んでる。じゃあ置きますね、とりあえず。はい、5の5と5の6には石がありますが、6の5と6の6には石、白石があります。ああ、はいはいはい。じゃあ、8の3。8の3。白2目当たりですね。白が当たったんですね。はい、では9の1、2、3、4、5。9の5で2目黒を取ります。はい。そしたら、9の4で跳ねます。9の4、9の4だと放り込みで取られてしまいます。あ、ごめんなさい。9の3、9の3で、下がります。なるほど。じゃあ白はですね、5の4で白1目つなぎます。はい。白がずっと当たりになって取られそうだですね。はい。白
人が当たりになってたところをつなぐ。つなぐ。はい。あ、そうすると、あ、そっかそっか。そうすると、そうすると、あとは左辺の方が固まると終わりですかね。はい、3の、あ、2の6、2の6ですね。はい。2の6。空いてたところをつなげた。はい。はい。3の5で黒の進出を抑える。はい。はい。あと左下が終わると、一件落着。そうですね。じゃあ、黒は1の8。はい。羽根ですね。羽根ですね。はい。で、白は2の9に置いて、これで終局ですね。あと、ダメを埋めるだけです、はい。そうですね。はい。で、ダメを埋めてしまいましょう。はい。じゃあ、福田さん、もう画面もパッと。はい、1の9と、してください、はい、黒、さあ、1の9にする、守りが必要ですね。あ、そうですね。なので、あ、そっかそっか。1の7で守りますね。あ、1の7もそうです。1の7と、上辺に断点がちょっとあるんですよ。あ、そうですね。4の2か6の2。白が9の4に打ったときに、うん、あ、ここか。9の4にダメを詰めて、そうですね。白はこう打って、で、これ、白が9の4にダメを詰めたときに、黒が放置すると、破れちゃいますね。今、何色でどこ埋めますか？9の4に白が置いてダメを1個埋めますね。はい。じゃあ黒が。はい。次黒が断点をどこかつながないといけません。そうですね。6の2。6の2。6の2ですかね。6の2。ああ、ここですね。はい。6の2。じゃあ置きます。6の2を。はい。じゃあこれで終局です。はい。はい、ではですね、上げ浜といって、下の黒4目は、これは白の陣地にいるので、抜かれてしまって、黒の陣地を埋める形になります。はい。ちょっと取られた分が大きかったかもしれない。そうですね。はい、ですね、上げ浜で1、2、3、4、5、6。7目ありますね。7目。うん、黒が14ですね。もう一個あった。13、3。上げ浜下にやっぱもう一個ありました。上げ浜が1個、5子でしたかね。5子でしたね。5子ですね。はい、はい、19白がありましたね。はい、13、失礼、22か。黒はあるのかな。9目差ですかね。そうですね。22対13。はい、はい、足石じゃないか。ちょっと入門講座っぽくない碁を打ってしまって、僕は今反省しております。なんかどん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 戦いの場が違うところに違うところに広がって難しゅうございました。そうです、途中ちょっと難しいかなってところありました、ね、黒もかなりチャンスがあったかなというところがありました、ね、うん、
これ検討してると多分あと10分15分伸びるので今日はここで はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。この後時間があれば大川くん、菊沢さんに教えてもらってください。あ、はい、わかりました。はい、ということで今日も無事第3回視覚障害者への移行入門講座を終えようというところですね。で今日使ったこの、5番、愛護という5番は、神話学園というところで販売しております。じゃあそちらの情報を上田さんお願いいたします。はい、こちら、愛護2という商品で、社会福祉法人神話学園で販売されています。電話番号は0463-32-5325、0463-32-5325。です。で、9路盤の他に13路盤、19路盤も販売していますのでよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは来週もまたこの お時間にお会いしましょう。司会の柿島光晴でした。あ、すいません、司会の柿島光晴と、あ、アシスタントの上田孝子と宇沢雅人でした。さようなら。さようなら。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。大川くん、ありがとうございます。ありがとうございます。盛り上げてくれてありがとうございます。ありがとうございました。おー、響くくん。ありがとう。あれさっきの響くんのすごく良かったと僕思ったんだけどね。ねえ、6の4のあっての、うん、一番いい手でしたね。ずどいなっていう。さすが。あの、もしかすると岡さん、ちょっとあの、はい、ご自分のとこで作っている愛護でやってるものと、ええ、僕たちが見てるものがちょっと違ったのかなっていう気もする。あ、ちょっとずれてるかもしれない。うん、シルクの置いてるところに打ったりしていたので、そこがあの微妙にこう変わっていたんじゃないかなっていう気がするんですけど、あ、そう思います。そうですよね。置き間違いがあった、ありましたね。どっかでね、うん、置き間違いというか言い間違いがあったんだと思うんですよ。それで途中からボロボロと悪くなってしまったという。そうですね。いやー、しかし面白かった。あ、そうですか、面白かったですか。もう今使ってるあれは何なんですか。銀製ですか。銀製ですね。ああ、そうか。で、一応読み上げてくれてるわけなんです。そうですね。じゃあ、上田、ここで失礼します。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ご視聴くださってありがとうございます。